神奈川ネットワーク運動横須賀中井宮校来年4月市議選に挑戦いたします。なぜ安倍元首相の国葬をするのか、安倍政権この日本を清掃する国づくりにどんどん進めてきたからです。そして今の首相岸田政権も同じ路線で進んでいます。私たち市民が騙されてしまえば過去の過ちをまた犯してしまいます。安倍政権がしたことは学校の歴史教科書を書き換える、日本がした戦争加害を消し、日本が都合のいいように教科書を書き換えることをしました。よく言われるですね、日本が誇れなければ、自分の国を愛せなければ何なんだっていう声があります。どうして活動している人たちは日本の悪いところばかり言うんだろう。それは違います。私たちは正しいことを知る権利があります。そして戦争で何が起きたのかを伝え続けなければなりません。戦争の被害だけを伝え続けるのは不足です。日本もたくさん加害をしました。今ネットで大きな声を出しているネット右翼、ネット右翼、私はこれを生み出したのも安倍政権だと思っています。教科書を書き換えたらそういうことが起こるに決まってます。今横須賀ではその社会の教科書をまだ自由者、育法者という歴史が都合よく変えられている教科書になっていませんが、私は毎年その教科書採択日には教育委員会の傍聴に行っています。そうして私たち市民が一人一人二度と戦争をさせないように監視していかなければなりません。